今からね。関西競馬ファンの心震わす伝説の若駒特別もみじステークス、久方ぶりに現れた胸躍る馬、これが関西の期待ダノンスマッシュだ。安田隆之調教師です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。まずは時の経つのは早いもので、先生のところに出た世界のカナロワの3区ですよね。そうですね、今香港競馬がね、はい、あるんですけども、はい、この時期になると本当にロードカナロワのことをね、本当に思い出しますね。そうですよね。でも本当に早いですね。本当に合っていますね。まずそのロードカナロワとを、まあ、比較してというか、父に似ているところっていうのはスマッシュはあるんですか？割と競馬に行っても融通性が効いて、はい、割とまあ、引っかかることもなく、はい、なんかジョッキーの、まあ、思うままになんか動けてるみたいで、はい、それはすごくいいですね。そういう従順な、まあ、頭の賢いところがお父さんに似ていると思います、はい、能力も似てる感じがしますね。そうですね、能力はもうお父さんがまあ、ね、あまりにも偉大すぎるんで、はい、まあまあ、追いついてほしいですね。はい、縦の比較というのは難しいかもしれませんけれども、はい、当時のこの頃の若駒の頃のロードカナロワと今のダノンスマッシュを比較すればどんな感じでしょうか？2歳のね、今のロードカナロワ2歳のまでやっぱりダノンスマッシュになるんですけど、はい、ということはもしかしたら可能性ありますね。そうですね、その可能性は期待できます。で、前走勝ったモミジステークスは過去を振り返るともう古くは展望サッカーボーイ、琵琶早秀、藤木関とすごい馬が勝ってるレースで、それをあの勝ちっぷりですから、まあ、前回も、まあ、3走目だったんですけど、はい、まあ、ジョッキーも今回が一番この本当に競馬らしく楽な競馬ができたので、はい、まあ、早めに先頭だっても集中して走れたっておっしゃったので、はい、まあ、すごく馬自身も競馬に慣れてきたのかなと、うん、まあ、もうその潜在能力を生かし切れてきたなっていうのは感じますね。僕ももう年が四十四になりまして、安田先生と初めて東海帝王のお話を聞いてから随分と年を重ねですね昭和の雰囲気が懐かしくなってきたんで、もうもみじステークスをあんだけ強い勝ち方されると、はい、そういう過去の名馬とちょっとこう一気にこうフラッシュバックしまして、期待が高まるばかりなんですが、先ほど一週前に調教終わられましたけれども、はい、どんな手応えでしょうか？まあ、本当に三頭合わせでね、はい、まあ、いい記号が消化できましたね、はい、能力は発揮できる状態にあると、はい、さあそれでは、まあ、本当に僕と同じような思いを持って見てる方も多いかと思いますので、またロードカナロワの多くのファンもいるかと思います、はい、大一番、2歳チャンピオンに向けて最後に抱負をお聞かせください。そうですね、まあ、ロードカナロワの子でもたくさん、まあ、活躍して勝ってるんですけども、まだ重賞に勝ってないんですよね、はい、できたら安田牛舎で、うん、その重賞ウィナーを送り出したいと、はい、これは本当に切に願ってます、はい、調教師もそうでしょうけど、応援してるファンもやっぱりぜひ安田厩舎からね、まず出てもらいたいと思ってます、はい。